雪平鍋が、いつの間にか、真っ黒くなってしまいました。丹念に洗っても、落ちなかったのですが、どうやら、超簡単な方法で、落とせるようです。そいじゃ、やってみっかな。用意するのは、クエン酸。これも100均で売ってました。まずは大さじ2杯くらいかな。適当に鍋に入れ、火にかけて、お湯が沸いたら、弱火でクツクツとしばらく煮ます。お湯が沸いた頃には、みるみる黒ずみが、落ちていきます。ある程度までは、すぐに落ちますが、新品同様、とまではいかないようです。まあ、十分じゃないかな。